ます。はい、その後です。その後ではスピーチ審査をお送りしたいと思います。なおスピーチ審査は編集の関係上、その後が前編、またこの後送るその6が後編という形になっております。前編後編合わせてご覧ください。なおスピーチはまず最初に英語で喋り、その後日本語で喋るという形となっております。スピーチ時間は60秒です。それでは韓流さん、お願いいたします。 Good evening everyone. My name is Sanae Kangyu. When I was 15, I got ulcerative colitis. That's an unexplained disease. And I had to get hospitalized and fast for 2 months. During the hospitalization, my life was in danger and I needed to emergency blood transfusion. My blood type is Rh minus, and I had to be transported by another prefecture. After I cured completely and left the hospital, I thought I got a new life, and I'd like to live for another.As Miss International, I want to tell you, life is beautiful. It's great to be alive. I'm honored to stand here, and I deeply appreciate everyone I have met on this journey. Thank you for listening.私は韓牛早苗と申します。私は15歳の時、潰瘍性大腸炎になりました。原因不明の病気で2ヶ月間の絶飲食入院を余儀なくされました。入院中、命が危険な状態になり、緊急輸血が必要になりました。私は Rh マイナスなので、他県から血を緊急搬送して助けていただきました。完治し退院した時、私は新しい命をいただいたと感じ、人のために生きたいと強く思いました。ミスインターナショナル日本代表になったら、いただいた命で全ての人々に感謝を込めて笑顔で伝えたいと思います。人生は美しいということ、生きることは素晴らしいということ、今日この場に立てたことに愛を込めて感謝いたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。続いてエントリーナンバー31番、長峰沙羅さん、お願いいたします。それでは長峰さん、お願いいたします。Thank you for cheering me. One thing I've realized in this challenge is being cheered gives a great power. Sometimes I lost myself and became afraid of moving forward. But every time being cheered by the people around me gave courage.I am standing here, and now it's my turn. Cheer all women. I got my Japanese spirit through kendo. Japanese spirit for me means putting myself in others' hearts. With this beautiful
I can cheer, give courage, and help all people. As Miss International Japan, I make a world full of love and compassion. Thank you.私を応援してくださった皆様、ありがとうございました。この挑戦を通して、一つ気づいたことがあります。それは、応援には素晴らしい力があるということです。私はこの挑戦の中で、時々自分自身を見失いそうになり、前に進むことが怖くなることがありました。ですが、その度に、周りの方々が私に勇気を与えてくれました。そして今私はここに立っています。今度は私が全ての女性たちの挑戦を応援する番です。私は剣道を通し日本の心を学びました。私にとっての日本の心とは相手の気持ちに寄り添うことです。この美しい日本の心を持ち、すべての人々を応援し、勇気を届け、そしてその方々の助けとなれるように努力いたします。ミス・インターナショナル日本代表として、愛と思いやりにあふれた世界を作ります。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いてエントリーナンバー9番勝野南さん、お願いします。それでは勝野さん、お願いいたします。皆さんこんばんは、勝野南です。美しさとは何でしょうか。私は美しさとは外見だけではなく、どれだけ他の人に対して手助けができるか、心配りができるかだと思っております。私には障害を持つ家族がいます。だからこそ今この世界を、そして社会においてまだまだ多くのことが必要であり、この手助け、心配りの精神こそが重要だと思っております。今はまだ学生で力もありません。ですが私がミス・インターナショナル日本代表となったら、必ず社会の問題を声に出して世界に伝え続けます。そしてより良い世界を作るために行動のきっかけ
かけを生み出せるようになります。美しさが人を強くする、これが私の役割だと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、スピーチ審査の前編終わりです。後半の小6へ続きます。